花尾義郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾義郎でございます。金尾義郎の音楽魂、今日も金曜日ですね、楽しくやっていきましょう。まずは松下俊美さん、こんにちは、よろしくお願いします。いかがですか今日調子は。もう体調は絶不調ですねえ、なんか大変みたいね。急にね寒くなったらまたねちょっと腰痛がじわじわと。腰痛出ましたか。じわじわ。腰痛はちょっと辛いでしょう。辛いですね。僕も経験ありますけどもですね。ね。うん、桜田武史さん。はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。急に金玉っていうね。そうですね。急にっていうことないんですけども今月あと1回ねあるん。そう、今月25日が最後だけど。あ、はいはい、大丈夫。大丈夫ですよ。なんかここでなんか打ち合わせしてる。来週はお休みですよね。来週はゲストもいらっしゃるんで、ね、再来週もお休みでいいんですね。うん、要はここで確認して。いやでも確認事項もう今回やっぱりね、まあ、スタジオの中の人数が少しね、キキさんどうしました。あ、途中で止まっちゃった。大丈夫ですよ。っちゃった、うん、映像が、ね、今映像をね、じゃあこっから撮ってますけどですね。え、どうしたの。どうしたの。いやすごい人が来ました。びっくりした、びっくりした。急にちょっと須賀川っていうか天井村のね、郵便局長さん、郵便局長さん、森さん、森さん、びっくりびっくり。森さん、なんか入りませんか。ダメですか。大丈夫、大丈夫ね。一人ぐらい、一人。せっかくね、こっち森さん、こっち回って、聞こえてる。いや本当大丈夫、大丈夫。すぐ帰ろうと思ってるのかな。うん、ダメよ。今朝ね、リンゴが届いたんだよ。うん、本人来ちゃった。毎年 ね、なんかいただいたり、今日ね、だから持ってくると思ってて、ほら腰が痛いから来週ね。うん、わお、ね、わおね。あ、どうもどうもどうも、郵便局長さん。いらっしゃいませ、びっくりしました。天栄村のね、森さん、あの差し入れまで。あ、どうもありがとうございます。今日は何事ですか。どうしたんですか今日。ちょっと横浜に車を買いに来たんです。車を買いに来た。今その横浜の帰りなんで。うわ、そうなんですか。うわ、懐かしいですね。なんかご無沙汰しております。いやいや、今日リンゴありがとうございます。あ、リンゴ届いた。今日届きました、朝ね。持ってこようと思って腰が痛くて、はい、次回ということで。いやいや、皆さん生放送何が起きるか分かりませんけどですね。スタートからなんかハプニングが初めてですもんね。ね、初めて。うん、そうか。いや、今日は本当にね、この放送もね、須賀川の方、福島のね、はい、方もね、毎週聞いていただいてるっていうことで本当に嬉しいですけどもですね、今日お便りからいきますか。お便り、はい、はい、じゃあね、先週ちょっと読めなくて、うん、ごめんなさいね。ミキさんいただいてます。あ、ミキさんね、先週がね、澤田翔子さんでね、このスタジオ前はね、もうとんでもないことになりましたね。すごかったです。ライブ会場みたいになってから、ここで20人ぐらい集まりましたからね。20人ぐらいいました ね、名古屋からとかね。 なのでちょっとね、ミキさんからいきますね。はいはい、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。曇ってる博多です。うん、先週のゲストの澤田翔子さん、やっぱり人気者はすごいですね。うん、それになんだか発声も表にドンってくる感じが、違いました。今週は金玉落ち着いて、本来のゆたーっとした空気にこっちもほっとできそうな気がしています。ありがとうございます。先週のメッセージにも書いたことなんですけど、うん、11月20日から23日まで、うん、番組にも2度出演された、市川ジェームス幼児のバンドツアーに同行させていただきました。うん、あ、そうですね、先週も書いてましたね、そういえばね。うん、音楽はもちろん最高だったんですけど、うん、改めて確認したことは、やっぱり優れた音楽家は人格者でもあるっていうことです。ほう、とにかく嘘がなく、うん、腰が低く、優しくて素晴らしい方でした。ね、その辺は俊さんもそうですよね、菊田俊介のことです。そうですよね、うん、皆さんやっぱり優しいからね。いろんな方とね、お会いするじゃないですか、こうやって、うん、ゲストを お迎えしてね。だからやっぱりお会いしてから
やっぱりそういうことが分かるんだよね。そうですよね、うん、あの素の状態の時に出るからね。そうそうそう、そういう時にね、山本教授さんにしても ね、あのやっぱりいろんな方々やっぱりあの優れた、まあ、テクニックだけじゃなくてね、うん、やっぱり尊敬できるようなね、そうですね、うん、方たちが多いですよね。あって書いてます。取ってつけたわけじゃなく、はい、カナオさんもですけど、うん、俺はね嘘つき狼って言われて、嘘つきインディアンって言われて、え、何ですかそれ。いやいや、そんな性格も良くないですけども、いやいやいや最近よく思うことですが、やっぱり人生って言葉と人との出会いによって決まると思います、はい、そのためには自分が意識して磨き続けることが大切な気がします。なるほど。下品な言葉は使わない、うん、口舌の刃で人を傷つけない、うん、大変な状況だし嫌なことも多い今だからこそ、うんうん、そういったことに気をつけて生きていきたいもんですね、はい。この番組ではカナオさんがシャレで博多弁を乱暴に使う冗談以外は本当に言葉が綺麗なので、昼下がりに素敵な気持ちになれてます。本当ありがとう。今日も自分自身が下品にならず上機嫌でいられる放送を楽しみますね、うん、リクエスト Still I Love You、 風の中で立て、マジですか。だけどいつも通り何でも OK です。桜田さんの色気のあるギターにとしみさんの感情の起伏まで合わせるコーラスも楽しみです、うん、またまた危険な状況になりかけてますけど、うん、免疫上げて笑顔で頑張って、笑顔で笑って、うん、顔を上げて前向いていきましょう、はい、です、ね、ありがとうございます。いつもね、今日でもリクエスト当たってますね、うん、いやどうだろう、さっき2曲ともね当たって、当てた。いや大体ね最近ね老眼で目が見えにくくなったらね人の心が分かるって、ね、見えるようになって鏡の領域に近づいてるね。そう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 、もうね、もうね、すごいな、うん、いやほんと見事に当てるよね、これが来そうだ、大体ね、あのこの人はこういうリクエストが来るんじゃないかなかろうかっていうのを神がかり的にすごいですね、うん、ここんとこですごいね、本当にすごい。ちょっと一発声出し、軽く言っていい、なんか軽くだって、はい、うん、軽くないのですか、うん、ミッドナイトブルースでいきますか。僕昭和時代に歌ってた曲がありまして、ミッドナイトブルース、ミッドナイトブルース、コーラスあります、うん、コーラスは適当にやってくださいよ、はい、ありましたっけ、いきますか、はい、ババ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 バ
ていけないから終わり生きていけないから生きていけないから Oh yeah。 はい、ミッドナイトブルースというね、はい、歌を歌いました。これはね、ずいぶん前にもう昭和っていうところで、博多の昭和っていうところでね、出てた時にね、こういうのを歌ってたんですね、僕もね。あのその当時は、あの弾き語りをやってましたね。そういう中渕君とかもね、金曜日とか出てて、僕は火曜日とか出ててね、はい、あこの前なんかの番組で昭和出てましたね、うん、そういえば。あ、そうですか。ほう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 。なんか明るいお店でしたよ。昔とはちょっとやっぱ変わったみたいですね。昔とはね、やっぱちょっと違うよね。うん、あの綺麗に今はなってるかもしれない。場所は同じ場所なんですか？場所は同じ場所なんですけども、あのおそらくね、壁の落書きとかはね、あの奥の壁の落書きとかは変わってないかもしれないけど、地下があってね、もう一つしか、まああの客席っていうか、その昭和のステージは地下にあったのよね。でその下がもう一つ下が楽屋みたいになってて、そうそうそう、地下2階、そう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 、あ、じゃあ下から上がってくるんだ。いや下からっていうかね、上から下に入る裏道もあるの。 裏からこそこそ行ける階段があったりなんかして、それもあったよね。懐かしいですよね、昭和もね。こう部屋の中暖かいから、暖かいですね、どんどん下がってくる、ね、下がってくるね。あ、そうなんですね。うん、そんな感じかもしれない。いやでも落ち着けば止まるんだけど、本当、うん、じゃあお便り、歌より行きましょう。行きますね、はいはい。皆さんこんにちは、うん、早12月、今年はコロナで大変な年でしたが、うん、体調の方はいかがでしょうか。体調も絶好調ですよ、僕バッチリです。バッチリ、バッチリ、ね。私だけ、 私だけ。先日はハイダウェイライブに久しぶりにお邪魔し、パワー&幸せをたくさんもらって帰りました。ありがとうございます。清水です。あ、清水さん、はい、あ、清水さん久しぶりです ね本当久しぶりでしたね、うん、コロナ騒動の中、ライブステージ客席もビニール越しでしたが、はいはいはい、いつも以上のパワーで素敵でした。 ありがとうございます。ファンの方も温かい人ばかりで、本当にね、なんかね、いい雰囲気でしたね。そうですね、うん、あのあそこフライ、あのフライデーじゃなくて、あのハイダウェイってなんかあのお店の雰囲気がね、すごく家庭的じゃない、とてもいいですよね。すごくいいですよね。そう、温かい人ばかりでほっとできるひとときでした。ありがとうございます。本日は金玉ということで、リクエストはすべて聞きたいので何でも OK です。ありがとうございます。一日も早くマスクなしの外出ができると良いですね。そうなんよね。これからも音楽魂が長く続きますように応援しています。 ありがとうございます。コロナに負けず頑張っていきます、清水佳代子より。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。清水さんからね、プレゼントもらっちゃったのよ、あの首を冷やさない、俺首がもう血液が悪いんで、首に気をつけてくださいって、マフラーね、いいじゃない、あと高いな、それがまたね、ありがたいですね。いいですね、いただきました、ということで、博多のミキさんのね、リクエストちょっと最初から行こうか、ちょっと風の中で、はい、風の中を最初から行きますか。森さんも一緒に歌っていただいてる、ね、そうですね、そうですよ、せっかくよろしくございましょうか。
はい、はい、ということで、風の中で立て、ミキさんの博多のミキさんのリクエストをご紹介しました。はい、いきなりこれだとちょっとキーが高い感じがするよね。寝起きだとね。寝起き、うん、寝起きですか。寝起きでもないけどね、朝がまた目覚めるの早くなっちゃってさ。あ、そっちが早いか。まあ、やっぱりだんだん年を重ねてくると早くなるらしいよね。まだまだ寝れるんじゃない。桜田くんも10ぐらい違うからね。そうですね、今日はでも7時に起きましたね。普通かな。いや、僕にしては相当早い方です。早い、早い。俺2時3時起きるから。寝る時間です。まだ寝てないよ、そんな時間。寝てないね。今頃はなんか 寝始めるのよ。いやいや、でも、もうあれじゃない、睡眠もやっぱり体力がないとダメみたいよ。あー、でも眠りはなんか浅いっす ね。しょっちゅう起きますよ、夜。そうなんだ、いろんな悩み事があるんじゃないの。悩み事はね、いっぱいありますよね。はい、ということでお便りいきますか。いきます、うんうん、ペンネーム、マリーとモモコ。おー、来ましたね。来ましたね。12月4日12時放送、金尾よしろうの音楽魂へのメッセージです。ありがとうございます。金尾さん、としみさん、キキさん、桜田さん、こんにちは。こんにちは。寒くなりましたね。コートを着ても寒いので、マフラーと真冬用の厚いコートを出しました。それでもまだ寒いので、皆さんの寒い冬を乗り切る秘策を教えてください。はいはいはい。今週はオンエアサイド。おラストタイムブルースがリクエストですが、何でも OK で大丈夫です。カノオさん、としみさんにまたお会いできる日を楽しみにしていますね。マリーとももこのももこより。あ、ももちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。ももこさんはもともと、マリさん、ももこさんは、ね、桜田くんたちのね、はい、桜田ファミリー、桜田ファミリアみたいな、ね。ライブもね、遠いところからね、よく来ていただけて、そうですね、いっぱい来ていただいて、ありがたいです、ね、ありがたいです。ということでね、なんかリクエストをお答えしましょうか。オンエアサイドやりますか。オンエアサイド、はい。松田さん、腰はちょっと今、声出してもあれでしょ。え、声出しても痛いでしょ。痛いです。腰痛い時にね、声出すの結構厳しい。僕も一回放送中に、もう腰がすごく痛い時あって、そうそうそう、でも汗かきながらやったことあったの。ですぐその日に病院行ったもんね。腰でしたの、あれは。あれ腰だった、腰もそうだし、あばらを折った時も翌日ライブでね、いろいろありますね。やっぱりやりましたよ。あの時はね、もう息吸っても痛い、コルセットみたいなの持ってたから、もう折り慣れてるから。折り慣れてる、そうそうそう、だから持ってたのよ。でコルセットしてリハーサルまでやって、で本番中にパッと外して、あんまり痛いから、もうウイスキー6個かなんかガッと飲んで、で歌いましたよね。で歌ってる最中はね、お客さん気がつかなかったのよ。終わってもってなるけど、自分もこう気が張ってるじゃない。それはありますね。痛みはなんかないよね、そう、もう本番中は。そういう時もやっぱありますよね。僕も骨折、左の人差し指車のドアに挟んで、マジで、そのまま夜ライブ行って、引いて、で帰りに病院寄ったらひびが入ってて、これでよく引いてましたねって言われたことがあったね。いや、すごいな皆さん。で興奮してるから意外と分かんないんだよね、痛みが。横浜に住んでる頃さ、結構俺当て逃げとかやられたことあったのよ、車に。そういうのいっぱいあって、何回かあったよね。それ、まあ、自分でひっくり返ったのもあるんだけど、そしたら病院行ったらさ、前の骨折がまだ治ってませんとか言われちゃう。あら、まだくっついてないですね。やばいですね。そんなことしたらダメだよね。最近はもう亡くなりましたけどですね。はい。オンエアサイド、じゃあマリさんの、はい、ね、リクエストに答えしましょう。ももちゃんね、オンエアサイド。Say
サイドご紹介しました、金尾芳郎、これフルボディの中からね、お届けしました、はい、オンリーサイドですね、桃子さんのね、桃ちゃんのねリクエストでちょっとお答えしました。メールがメールじゃなくてメッセンジャーでちょっといただきました。あ、そうですか。読みますか、はいはい、皆さんこんにちは。こんにちは。天気を調べたところ武蔵小杉とほぼ同じ気温のアトランタ、うん、アトランタ、アトランタから来ましたか、はい、ね、離れていても同じ気候を共有している気になってしまうくらい日本恋しい病にかかっております。アトランタ今夜でしょうね。そうそうですね、11時ぐらいですか、夜11時ぐらいですかね。そんな時間聞きたくなるのはアートニエルオーデ、視聴回数1141回オーバーのマイフレンド。マジですか。 I'm missing you guys 高橋。帰ってこれないからね。あ、そうそう、今ね、海外の方もね、なかなか、ね、帰ってきてる人もいるんだけど、いるんだよね、あれどういうことになってんの。でもアメリカが厳しいのかな。そうなのかな、多いから、アメリカからの、割とヨーロッパの人はヨーロッパ、ロンドンからね、方も。でもまあ2週間自粛しなきゃいけないね。ね、どっかでやるでしょ、隔離、隔離っていうか自宅、ね、うん、
にしなきゃいけないからね。だってお休みないのにさ2週間やるとそれで取られてたらどこにも行けないもんね。だから仕事で来たとしても2週間どっかでお休みしなきゃいけないでしょ。ねえ、よくわかんないですよね。ビジネスはまた特例があるのかもしれないし、ね、アトランタのだからこういう時こそね、こうやってラジオをね、やらせていただいてるっていうのはすごくね、ありがたいことですよね。楽しみにね、聞いていただけてるからね。なかなかね、海外の方もね、思うように帰れなかったりとかっていうこともありますしですね、こうやってつながってるラジオでねつながってるっていうのはありがたいなと思いますけどもですね、はい、思いながら探してますね。前にさそういう内輪話を言わんでよかろうもんやろ。リクエストにお答えしますか。お答えしますか。これちょっとやってなかったね。最近やってなかったですね、うん、やってなかったですね。まあぶっつけ本番でね、いつも、まあそう、これはね、この歌詞はね、大山、USA 大山チームのですね、最高師範の大山康彦さん、ね、はい、の、歌詞で、これは実はその、この中の方っていうのがね、まあ、お友達がお亡くなりになってね、その親友のね、ことを思った、歌詞になっております。それに僕は曲をつけさせていただきました。My Friend、やってみますか。これ俺メガネなくて見えるかな。いや、やってた方がいいんじゃないですか。いや、メガネはね、かけるとね、なんかちょっと嫌っちゃい、うん、まあいいか。I'm
はい、マイフレンド、アトランタの、高橋つとむさんからのリクエストでお答えしました。ね、アトランタまで聞こえてたかな、ね、一生懸命こう気持ちを込めて、うん、間違わないようにまあお酒飲んで寝てなければ今日気合を感じましたよ ね、 ね、あ、そうですか、うん、ありがとうございます、気合が入ってました、気合入ってましたよ今日は、うん、シャーシーって言われる九州弁でシャーシーオラブって言うんだけど、あんまりこうオラビすぎるじゃない、うんうん、でもね、なんかこうもうそれがなくなったらさ、もう俺らしくなくなるじゃん最近、うん、そうですか、うん、もう一生オラビ続けてくださいファンの方から言われましたけど、あ、そうですか、うん、じゃあもうそれで行くしかないですね、なんだっけこの間さ、オラビー T シャツとかなんかオラビング、オラビング、オーラビング、ミキ君がね、オーラビングでね、オーラビングね、よかったですあの言葉ね、キープオン、キープキープオンラビング、キープオーラビングだっけ、キープオンラビングに似てんだよね、キープオーラビング、オーラビング、キープオーラビングね、まああれですけどね、まあ、なかなか遠出が今できないっていうかね、そうですね、今回もほら65歳以上の疾患持った人っていうのは俺のこと言われてる動いちゃいけない、今ちょっと肺にね、肺、はい、うん、ちょっと肺機種になっちゃって、まあでも全然なんていうかな、少しストレッチとかトレーニングもしてんのよ、うん、だから割と調子が悪くないよね、ライブとかでも楽になったし、うんうん、やっぱこう笑ってさ、行きたいよね、ですね、そうですね、そうで、ストレスあんまり溜めないようにさ、そうですよね、風呂によく入って、さっき、うん、誰だっけ、九十九里のあ、も、ももちゃん、ももこさん、なんか、うん、や、なんかやってますかみたいなことあったじゃん、ああ、ありましたね、うん、防寒対策、うん、防寒っていうか、僕はね、なんかね、結構お風呂が好きだから、お風呂で温まって、もう銭湯とかで温まるのが好きなのよ、うん、うん、寒風摩擦とかやんないの、銭湯の中で喧嘩してる人あんまいないじゃん、みんなのんびりする、まあね、うん、だから、気分もね、リラックスできるからね、で、銭湯、頑張ってる銭湯が近くにあるのよ、うーん、本当になんか、うん、いろいろほら大変じゃない、経営も、銭湯のね、もう少なくなっちゃってね、うん、うん、いや、今ね、つとむさんから返事が、あ、来ましたか、気合伝わりました、ありがとうございます、おー、ありがとうございます、アトランタまで届いたね、寝落ちしなかったね、寝てなかったね、素晴らしい、よかったよかった、ね、じゃあちょっと、アトランタの聞いたら、あのリクエスト、あ、何ですか、森さんなんかリクエストあるんだけど、今日テーブラのね、森進一さんって本名なの、本名なんだよ、あ、森進一さん、森進一さんを見かけします、森進一さんのご所です、本名 ね、 いかがで、皆さんお元気ですか、元気です、あ、本当にちょっと、はい、うん、あ、そうですか、うん、せっかくですか、せっかくです、ちょっと一言、いやいや、とんでもない、もう入ってますよ、あ、今日お土産いただいたよ、これね、ちょっとママドール、どうぞ、甘い、はい、これな、なんていうの、ママドールですよね、あ、そうです、ママドール、あの、有名な、福島といえば、ママドールですよね、わ、こんないっぱいたくさん、みんなでね、またいただきます、ありがとうございます、ありがとうございます、車を買いに来たんだよ、すごいね、すごいよね、借りに来たんじゃないよね、買いに来たんです、すごい、またあのワンちゃんのあれですか、いや違います、違う、はい、また違うので、ぜひうちに遊びに来てください、ワンちゃんいますからね、あ、ね、今22キロになりました、本当に、もうシベリアンハスキー、シベリアンハスキー、ね、いいよね、シベリアンハスキー ね、 ね、年寄りが好きなんです、年寄りの男の人が大好き、年寄りの、じゃあ僕はそうだよね、カレー臭が気になるみたいで、え、マジで、だから青木さん来るとウレションしちゃう、そこ青木さんだけウレション、そんなのあるんですね、青木さんってのはあのプカプカのマスターよね、ね、カレー臭って言っちゃう、あ、マスターの誕生日だったんだね、そう、この前ね、11月30日そうだね、おめでとうございます、おめでとうございます、いくつになったかは内緒、すみません、もう俺より2個ぐらいで、ロックって書いてあった、ロック、あ、3つぐらい、オンザロック、ロック、うん、上66だからね、そう、だから、あ、ほんとだ、かわいいね、それでかい、それでかいね、なんか大人の顔になったね、そうか、20何キロとかになっちゃうんですね、でかいよ、1ヶ月で、
え10ヶ月で10ヶ月22キロ、いやね、いいね、でも大自然の中でそういうのを買えるっていうのは、お家が大きいからよ、大きいからね、庭があって、うん、だからいな中で買って中で買ってんの、中で買って、あ、本当ですか、中も広いからね、中も広いしね、うん、10ヶ月でこんなでかいんですね、ねえ、かわいいね、ワンちゃんだ、そういうことで、うん、どうしましょうか、全部ね、一応お便りはご紹介いたしました、今日はね、ちょっと待ってね、念のため、じゃあ、つとむさん、いけてると、うん、ダイナマイトしようか、はい、いい、いいですよ、うん、いきますか、はい、間違えたね、これなんだっけ、 F シャープマイナーだっけ、 F シャープマイナーですね、俺全然違う、頭の中で全然違う曲に言ってたでしょ、I'm not afraid to die.
はい、金押しのフルボディの中からですね、ダイナマイトをお届けしました。歌詞は飛びましたね。何考えてんだ。違うこと考えてたんだね。あのね、ちょっと俺なんかやりながら他のこと考えることがポッよくあるの最近。よくある。よくあるのよ。せっかちなのとか関係ない。せっかちですよ。どうせ僕はバケツのカニですから。バケツのカニ、ね、悪かったね。ここら辺でライブの告知を忘れないですね。もうしますか。ちょこちょこっとやろう。じゃあ12月の、うん、これ言っていい、うん、先に、はい、わかりますか。わかりますよ、はい、何日ですか。わかってない。12日じゃないですかね。12月の12日、またかぶっちゃったな。土曜日。またそうなの。横須賀横須賀楽屋ね、はい、楽屋、横須賀もね、あの音楽魂で横須賀ちょっとやらせてもらっててね、はい、楽屋もね、いろいろお世話になって、ね、はい、これは、内田翔也さんと、うん、内田翔也さんと、はい、レトロレジスタンス、そう、これ周作さんのね、はい、あの新しいユニットですね、ひろしさんのね、うん、レトロレジスタンス、はい、で、金尾芳郎ユニットということで、はい、渡辺武、金尾芳郎、はい、松下俊美、はい、これは横須賀12月12日、はい、楽屋ですね、はい、それから、その次の日はね、はい、あの渡辺武と2人で、はい、あの新山下って書いてある。新山下、そう、ナポリタンファクトリーって横浜の、ね、あの新山下、やったことあるよね。うん、ありますね。トンネルの、なんてお店でしたっけ。道中っていう店ですね。道中ね。ナポリタンファクトリー道中。あ、そう、そうですね。初めてなんですけども、はい、あのちょっと場所的にね、あのあれですけども、あのフェイスブックなどもね、はい、これね限定10名でナポリタン付き、2000円。そうなの。うん、ナポリタン付きついて、うん、あ、それは安いね。2000円ですね、はい、これ投げ銭ライブ、あ、投げ銭じゃなくて2000円ですね、はい、それでこれあのマイク使わない生歌ですねこれね、うん、うん、生歌であります。であと19日、これは最後ですね、歌い納めかな、うん、歌い納めで、スモーキー、これは野毛のスモーキー、野毛スモーキーが19日、で、今年はね、その後入らない、うん、あの予定はないですね、うん、一応ないですね、はい、一応締めということで、うん、それからまああのあと1月年明けにね決まってるのがあってね、あの1月これが7日、これは、サムズアップね、はい、これは割とたくさん、内海さんとかねのバンドもそうだし、アミタメ、金尾芳郎バンドウィズアミタメとね、はい、まあいろいろ出ますね、ボランザ企画の、ね、ボランザ企画ですね、パーティーですかね、イベントですね、そうですね、はい、まあ、詳しくはねまたご紹介しましょう、はい、はい、じゃあ僕の方も、うん、つかさんと桜田、12月12日かぶってますけど、うん、また、12月12日がスモーキーさんですね、うん、あ、スモーキー、そうですね、一周ずれ、はい、そうなんだね。それとまたこれもかぶってるんですけど、12月19日がつかさんと桜田、中山、緑区の中山のミスティックというお店でやります、はい、それから12月20日が、うん、これのりちゃんっていうあの女性ボーカルと、のりちゃんとナッチの、デュオに僕がゲストで混ざるのが、ブルースギターフォーエバーですね、うん、元マッチ、それが12月20日ですね、うん、まあ、とりあえずこんなもん、あと何個かあるんですけど、うん、まあ、またねご紹介しましょう、そうですね、12月はね、次回に、はい、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、ね、皆さんお越しやす、ね、まあ、こういう時期ですけどもですね、まあ、元気に、歌ってね元気になりましょうということですね、これ最後になんかやりますか、不良中年、不良中年、ワン、ツー、スリー、ファI'm not afraid of the dark.
ということでね、はい、あっという間の1時間、金玉でした今日はね、金尾城の音楽魂、ということでですね、来週のゲストはですね、今度いよいよね、今度こそ、うん、いよいよあの伊丹哲也さんですね、はい、お楽しみいただきたいと思います。お相手ははい、桜田武史と、はい、松下俊美、金尾芳郎でございました。また来週お会いいたしましょう。 See you next time。あの人は今は